「アップクロス、えー」月曜日は僕と大輔が気になっている話題をお送りします。 政府が緊急事態宣言を延長する方向で調整を続けていますけれども皆さん日々の生活を送る中で前回の緊急事態宣言の時と比べて、まあ、少し緩みがちになっていると自分で感じたりあるいは周りを見ていて思ったことはないでしょうか実は今この緊急事態慣れという新たな懸念が浮上しているんですすす一体どういうういいいこことなんんんでででしししょうか今夜はのの方におお話を伺いまま心理学学者で筑波大学教授原原田田之さんです原田さんよろしくお願いします。 はい、よろししくお願いします、はい、まずこの11都府県に発令した緊急事態宣言なんですけれども、まあ、政府は感染状況が改善しつつある、えー、都知事県を除いて3週間から1ヶ月程度の延長する見込みということが報じられていますこの2回目の緊急事態宣言が出されてから現在までに至る動き原田さんどのようにご覧になってますか はい、そうですね。あの、予想以上にその加工のトレンドがこう早くて、あの、割とこう、えー、安定もしてきたようにも思うんですけども、ただその一方でやっぱり、えー、重症者とか死者っていうのは高止まりの傾向もありますから、あの、もうやはりこれが一気にまた緩んでしまうとですね、すぐに元のレベルに戻ってしまうという、そういうデータもありますから、やはりこの状態延長はやむを得ないと思うんですけれども、そうすると先ほどあったように、 みんなちょっとこれに慣れてしまって、えー、また緩んでしまうということは懸念されるのではないかと思います原田、うん、さんからご覧になって昨年の4月の緊急事態宣言と今回の緊急事態宣言一番顕著な違いというのはどういうところにあると思いますそうですねあの 町の様子なんかをこう見ておりますと大体2つのことにこう気が付くんですけれども1つはあの前回はもうみんなが緊急事態を守って要請を守って町からはこう人手が一気になくなるということがありましたけれどもまず今回1つはあの守る人はちゃんと守っているけれどもそうでもないあまり守らない人とこういうふうになんかこう分かれているということが言えるとでもう1つは同じ人でもこう守るときと守らない 時がある。今週末は出かけるのやめようでも来週末は出かけようというふうななんかその中途半端と言いますかそういう傾向がこう見えているように思いますうん。これまあ中途半端になるまあこれはね多くの人が感じていることでもあるしまあなんか、うん 多分ねあのずっと自粛していると本当に疲れてしまうっていうこともあるからやってられるかみたいなっていう部分もあると思うんですけれども、うん、このような状態になっている大きな原因というのはどこにああるとお考えですかそうですすかそうねあのやっぱり春先からその行動変容っていうことがよく言われているわけですけれども最近、その言葉自体もあんまり聞かなくなってきたように。まあ 行動変容をしてそれをしかも継続するっていうのは、まあ、限界があるということが指摘でできるんじゃないでしょうかうんこの行動変容まあそうですねこれこれなぜ限界があるんでしょうか、うん、そうですねあのこの我々このコロナ禍で求められている行動変容っていうのはこの我々人間のその修正に反しているというかまあ我々はみんなやはり 中までこう集って、それでこう楽しく会話をしたり、楽しく活動をするっていう、そういうまあ社会的な動物、生物であるわけなんですけれども、やはりそれをするなというふうに、みんなで集まるな、しゃべるなっていうふうな、あの、これはやはり我々の修正に反することであるので、一時期はそれができても、やっぱり長くそれを要請されると、こう反発をしてしまうということもあるんでしょうし、やっぱりそれが長く続いていると、みんな言われているように、そのコロナ、 あ疲れであったりとか反発というそういう心理が、えー、前面に出てきてしまっているんじゃないかなと思います。なるほどあの日本ってねやっぱり災害大国でもあって、まあ、もうここ数年、うん、あの大雨とかね台風とか豪雨災害みたいのもあります。そしてまああの10年前には 東日本大震災もあったなんか今のお話を伺っていて僕がやっぱ思い出すのはあの震災の直後ってなんかみんな異常な,なんか興奮状態にあったというかあの、まあ、原発事故もあれだけのことがあってすごく脱原発の機運が盛り上がってまあ「絆」っていう言葉もあの注目されたしなんかみんなが一つになってこの難局を乗り切ろうっていう、まあ、そういう意味での,の一体よく言えば一体感悪く言えばすごい同調圧力があったらいて。 っていましたよねでただやっぱりそれがもう秋ぐらいになるとどんどん緩んできてなんか急速に元の方にね戻っていくみたいな、まあ、特にあの被害がなかったところは地域はそうだったなっていうことを思い出しててでなんかそれが今回のねコロナともすごくかぶってくる部分があるんですけどこの辺りはどうお考えでしょうか うん、おっしゃる通りですねその、やっぱり春の頃はどんな病気かもわからないという恐怖心もあって、今、津田さんおっしゃったみたいに、そういった気持ちでみんなこう一緒に頑張ろう、乗り越えようっていう機運がすごく高かったと思うんですけれども、やっぱりそういうものはこう長続きしないで、だん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 ,だんこう慣れてきてしまって、まあ、楽観主義バイアスっていうふうに心理学では言いますけども、いや、大丈夫なんだろうあの、もうそんなに恐れることないだろうっていう、そういう気持ちが。 非常にこう前面に面出つ,つあるまあでもそれは一面悪いことばかりではないんですけれどもただそれが今の状況に大きく働いているというふうに思います、うん。これってまあ人にもよるし環境にもよるので一概に言うの難しいんでしょうけれども、まあ、大体集団的に見るとそういう昨年のね春みたいな緊張状態とか、うん、今なんとかまあステイホームで乗り切ろうみたいなそういうのって何ヶ月ぐらい なんですかね持つのは、そういう精神状態が。そうですね、まあ、あのー、なんでしょうね、それも一概に何ヶ月とは言えないと思いますけども、ただ、この経験している中で、ほとんどの人はやっぱりコロナにもかかっていないし、うん、でちょっと緩めて、みんな、みんなちょっとずつこう緩んできてると思うんですよね、でもこれだけ緩めても大丈夫だ、これなけれゃ大丈夫だっていうふうに、そういうふうにあの個人的な経験が徐々にそれをこう、 補強しながらと言いますか、まあ、それで段階的に徐々に緩んできているんではないかなというふうに思うんですけどこれはあのどうでしょう原田さんの周りあるいは、まあ、原田さんが接している人たちなんかでもやっぱりそういうあちょっと行動変容がちょっと難しそうだななんていうのが実例として、まあ、現場で見えている部分っていうのもあったりしますか そうですね。あの、まあ、幸い、今、私はまあ大学で勤務しておりますが、大学っていうのはすぐに、あの、授業がオンラインになったりとか、あの、在宅で勤務っていうことが、ありがたいことにできているので、それほど緩みっていうのは見られませんけれども、ただ、在宅じゃなく、の割合っていうのは、前回に比べると相当減っている、あの、オフィスに出てきている人は、前よりは多いと思います。 だから、ひ一言ね数字で見ればこの4月の時と比べて明らかに感染者数とかは相当数倍地域によっては本当に10倍ぐらいまでね増えていったりするにもかかわらず緊急事態宣言の制限というのはあの昨年の春よりかはまああのなんていうか緩くせざるを得ないまあだからこそ今あの特措法改正の議論というのがあるんでしょうけどなんかその辺りもね少しち,ょっとちぐはぐな印象を受けますがいかがでしょうか。 そうですねおっしゃる通りですねあの春の時よりも明らかにその感染者は増えているけれどもあの我々の行動変容は るほどではないっていうことで、あのー、そこら辺のちぐはぐさっていうのが、また人々にこう混乱を与えている一つの要因にもなっていると思います。うんあの、原さんがおっしゃっていただいた、この楽観主義バイアス。まあ楽、楽観的に捉えたいという心の働き。まあ、あるいは、正常性バイアスなんて言われている。なんか、ピンチの時ほど、普段通りの報道をしてしまって、その危機に気づけなくなるっていう正常性バイアスとか。だから、まあ、そういうものを、はい。 とといいうううもののの背景にある感情ははやはり不安なんでですすかねそうですねそまず不安とか恐怖っていうものが春の時ほどなくなってきてまあいい意味でも悪い意味でもコロナという病気がどういうものかが分かってきたということもあるしそれで不安が少し小さくなってきたしあるいは先ほども少し言いましたように我々が GoTo や何かでいろいろ外に出歩いたりもしたけれどもでもかかってない人の方が多いわけですからうでそうするとあ結構意外と大丈夫だなっていうふうな、まあ、これはあのー、我々の,その楽観主義をよりこう強める方向に働いているように思います。うんこれあのー まあ例えば震災の時とかであれば被害者の方っていうのは本当にずっと被害者ですし加害者っていうのはいないですよねまあ天才だからあるまあちょっと原発事故は少し事情違いますけれどもただやっぱりコロナのすごく難しいところはあの感染した人が被害者でありながらでも誰かに自分がしかも自覚症状がないままうつしてしまうかもしれないなんか被害者でありながら加害者にもなりうるっていう独特の構造を持ってるところだと思うんですよね。 これがなかなかその難しいところでもあると思うんですけどこうやって心理的にやっぱりどういう影響を与えるんでしょうか、うん、そうですね、だから、でしかもやはりあの、その被害が目に見えないっていうところもありますよね。実際のの時にはあのその あの津波の被害というのは目に見えて我々に大きなショックをもたらしたわけですけれどもあの被害はいろいろ聞く怖い怖いというふうなことは聞くけれども実際どれだけ怖いのかというのが実感としてなかなか見えてこない医療崩壊と言われてもピンとこないというふうなあのその見えづらさというのもすごく大きなあの要因になっているように思いますうん今あのです、ね、番組のリスナーのツイッターでこんな意見がありました。 えー、第一波の時に8割削減って言って厳しい制限を課した後にまあ一時期その後ウィズ・コロナとか言ってまあ少しくらいなら外いいでしょと思ってしまい、うん、まあ GoTo がそれを後押ししたみたいなというところがあった、うん、まあやはりまあそこのウィズ・コロナっていうような言い方まあなんとこれかオリンピックなんかもねもういつの間にかあのコロナに打ち勝つ五輪からあの五輪からウィズ・コロナ五輪みたいな感じに変わってきたみたいなのが <laughs> 多分そういうのもある種の,の政治的なメッセージ 政治が発するメッセージがやっぱり緩みを強化してるんじゃないか、まあ、これ GoTo なんかも含めてですねそういう側面もあるんじゃないかという指摘なんですけど、うん、いかかがでしょうかまあそうですね、おっしゃる通りそのり、あのー、4月の頃はもうあの感染症一本でいけたわけですけどやっぱり政府も経済のこともも,もちろんにらみながらということもありますから、あのー、そのあたり 100%占めるわけにもいかない、経済も殺すわけにもいかない、そのあたりがこうなんか微妙な、矛盾したメッセージであったり、政策という形で現れてきているのは、もうみんなそれは気づいてると思いますけど <laughs> そうですよね。なんでね、そういう矛盾みたいなのが起きている状況でね、みんな分かっているのに、しかし、行動を変えられないのかということ、えーまあ、その人々がね、この行動変容しなくなった原因について、 ですけれども原田さんあの、ダブルバインドという問題を指摘されています、これってどういうういことなんでしょうかは二重拘束と言いますけれどもこう、異なったメッセージが出されることで、あっちに引っ張られ、こっちに引っ張られ、こうじゃあどっちなんだよっていう、<laughs> なんかこう、身動きが取れないような、ですねそういう状態のことですよね、外に出るなと言われて、でも GoTo で外に出ろと言われてるような感じですもんね。<laughs> うん そうなんですよねだから今までずっとゴートでやれ行け行けっていう風にお金出すからみんな旅行に行けっていう風に相当一生懸命政府は政策を進めてきたのにあまあ一点行くな会食もするなっていう風なことで、うん、なかなかこの矛盾するメッセージがあるとやっぱり人々は自分に都合のいいメッセージをこう受け取ってしまうというまあもちろんそういう傾向が あるので今回のまあ緩みみたいな一端になっている傾向もあるんじゃないかなと思います。うん緩みでもあるしやっぱりバイアスを過促してしまうという、うん、そういう側面もあるんだなと思います。えっとリスナーからこんなメッセージいただきました。えー、ラジオネームリバティさん。 市民の緊急事態なれは政府行政など出す側の緊急事態なれもあるのではないでしょうか。なるほど自治体とかってことですね。市民へはまるまるするようにまるまるするべからずと伝え、一部とはいええー、自分たちが職務外で夜中まで飲み歩いていては全く説得力を感じません。有言実行他人に大きなお願いをするのならま、まず自らが率先して手本を示すべきだと思います。それなしはそれからですと。まあこれもまさにねあのー。 なんていうか政治家があの夜遅くもですね秘密のいろんな会食とかやってるのになんで自分たちはできないんだってこれもある種のダブルバインドみたいなところあるでしょうねそうですよねもう本当に、まあ、あのまあ国民は賢いのでせ政治家をま <laughs> 真似をする人はいないと思うんですけれどもねただやっぱりああいうことを見てると緊急事態っていうことの重みが。 全く前回と比べるとこう感じられない、あのうん、さっきおっしゃってたみたいに、政治家の方も出す側の方も、それが緩んでいるっていう、何が緊急なんだろうっていうふうに取られてしまっても、やはりしょうがないですよねうんこれってあれですかね、心理的にはあのやっぱり影響するんですかね、あのいわゆる国民としても。 まあやっぱり8時以降にこんなに外食してもいいんだっていうねあというかお店やってるんだみたいなやっぱ思いますけど、うんあのー、これもやっぱりメッセージの出し方が本当に曖昧だったのは、まあ、最初8時以降っていうのはすごく強調してでその後じゃあ昼間もやっぱりダメですみたいなあの結局どっちなんだよっていうこの曖昧さもありますしあのやっぱり緊急事態というからにはやっぱりみんながえ といいうぐらいこう心が引き締まって今までとは違うんだっていうふうに思うぐらいの強烈な強力なメッセージを出さないと中途半端であれば中途半端な字とずる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 こう。 続いててしまって余計にあの効果も薄くなって緊急事態も長引いてしまうっていうそういう悪循環になるんじゃないかなという気もしてます。まあこれもねあのー、結局なんで8時までにするのかっていうのももうあまりエビデンスにね基づいて何かやったというよりかは、うん、まあ8時までしかもうお店がやってなかったらみんなどっちかというと夜遅くに飲んだりもしないしまあどっちかというとお店選ぶというよりも家に。 いろいろスーパーカーで材料買って帰ってステイホームで自炊するだろうっていうその結果あの感染拡大が防げるんじゃないかっていうような,なんか多分そういう心理的な効果を狙ったものなのかなっていうことも思うんですけどこの8時までに限定したっていうことはどうお考えですか まあだからおっしゃったみたいにエビデンスがあるわけではなくて感覚でまあ決めたわけですよねで。そうするとそれに従ってピタッとあの理想的な行動を取る人ももちろん一方にはいますけれどもだったらもう8時までの間も時間がないから頑張ってその間飲んで騒いでっていう人ももちろん出てくるでしょうからやはり人間のもうちょっと心理を細かい動きというものも考えた上でのメッセージ。 あの医療的な面でメッセージを出すのも大事なんですけれども、今後はもう少しその人間の心理というものを考えた上でのメッセージの出し方を工夫していただきたいなというふうには思いますこれ、まあ、このメッセージを、ね、どういうふうに工夫すればいいのか、なぜ政治家のメッセージが人を心を打たないのかということもあって、やっぱり僕が気になるのは、あの菅首相のやっぱり記者会見ですよね。 あの菅首相が単独でまあもうじっくりすべての質問に答えるという形式じゃまずないですし基本メモを読むスタイルそしてまあ何よりもやっぱり一番まずいなと僕思うのは分科会の会長の尾身さんが横にいてコロナの話になるとすべて尾身さんの方に振ってしまうということででも別に尾身さんに決定権があるわけじゃないので一体何を聞かされてるんだろうと僕そういう気持ちになるんですよね。<laughs> このあたり、まあかあのまああの、首相の会見の、ね、メッセージの伝え方についてはいかがですか、うん、そうですね、今、津田さんがおっしゃったことに加えて、ですね私が思うのは、やっぱりメッセージの出し,か出して、発してっていうのは、魅力がないとだめなんですよね、うんで、その魅力にみんなこう、こうなんていうんでしょうか、こう 心を動かされるっていうところがあるんですけれども、まあ、彼は感情とか表情もほとんどないし今おっしゃったみたいになんか読み上げるだけで視線も下を向きがちでなんかそこから発せられる言葉に我々がこう心を動かされるっていうところがないというのが一つまた大きなあのあのあの問題だなというふうに思います。うんでもそうするとより行動変容 まあ心が動かされるからみんな行動変容するわけであってえこれ行動変容っていうのはねあのしかもまあ慣れだったりバイアスが育っていたりそして心も動かないみたいなことで何ていうかいろんなものがまあ重なってあのどんどん緊急事態宣言をやってもあんまり効果が見込めずそしてさらには まあ経済的なあの打撃は増えていくという非常にていうかまあ政治自体がねダブルバインドみたいな状況になっちゃってるなっていうふうにも思うんですがどうなんでしょうか、これはまずどこからまあ要するに広く言えば大きく言えばリスクコミュニケーションっていうものが政治とやっぱ国民のリスクコミュニケーションが本当にほとんど成立してないっていうことだと思うんですがどこから手をつけて改善していくべきとお考えですか。 そうですね、まあ、あのやはり、まあ、これであの緊急事態宣言、最後になればいいですけど、今後も,もし、まあ、ある可能性もありますから。 あのそれから今後もっとワクチンの接種についてもいろいろ政治家がメッセージを出す機会が多くなってくると思うんですけどもやはりそのコミュニケーションリスクコミュニケーションであったりコミュニケーションの専門家をきちんとあの入れてでこういうふうな形で、えー、コミュニケーションを発するべきだあのそういったあの医療の面だけではなくて人々の心に訴えかけるようなメッセージの出し方を工夫していただきたいというふうに 思うんですねで今までのところを見るとあの本当に恐怖メッセージこんな怖いことがあるぞこうなるぞっていうその一本やりであってでそれをみんなが不安に持ってる時には恐怖メッセージも聞いたんですけれども、まあ、それが徐々に聞きづらくなっているのに同じようなメッセージの出し方の一本やりだということは。 効果もないし、反発も招いてるんじゃないかというふうに見ています。うん、これがでも、またコロナのね、面白いところというか、興味深いところで、あの、うん、つまり人々の心を打つようなメッセージを出して。 あ他の他国で考えると、まあ、ああのメルケル首相もそうですしあるいは、まあうん、イギリスのボリス・ジョンソン首相もそうでした感染が一時期本当にひどかったニューヨークのクオモ市長などもそうだったんですが、うんでまあ、今、ドイツも、ね、あのニューヨークもイギリスも、まあ、非常にあのまたあの第2波第3波が来て大変なことにはなっているんですがしかし、 他方でそのメッセージ自体がやっぱ国民に届いていてることも事実だとは思うんですよ、ね、だからなんかやっぱり説でもあの日本はそ,そこのメッセージのコミュニケーションがうまくいってないけれどもまあ欧米と比べればだいぶ低かったりもするこ,れこのあたりってなんか突き詰めていくと結局国民がどれだけ政府をそもそも信用してるかみたいな話ともつながるのかなとも思うんですけどいかがですかね。 そうですね。あのー、だから、あのー、日本の国民は、やはり、あのー、 政治家云々よりも、やっぱり賢く自分でこう考えて動く。まあ、悪い面といえば同調圧力というふうな見方もありますけれども、ただやっぱりそのあたりは、この罰則のまあ議論もありましたけど、それがなくても自,自主的にきちんと判断して動くっていうふうな、まあ、いろいろなリテラシー、リテラシーの高い人っていうものが、あの、いたおかげでうまくいってるのであって、で、政府はそれにちょっとあぐらをかきすぎなんじゃないのかなというふうな、 あの見方もできるかなと思います、うん、だから原さんのねご指摘すごくなるほどなと思ったのが、まあ、会食とか8時以降にやっていても、まあ、そもそも政治家なんてそんなもんだよねっていうふうにある種ちょっと冷めて見てる人、うん、まあ多分すごい政治家に対しての信頼度がすごく低い国でもあるのでもともとが、うん、そういうだから、まあ、あの政治に期待できない政治家に期待できないんだったら自衛するしかないっていうような。うん あの元もあって多分その自衛しなければっていうような心理と、まあ、自粛警察もなんかつながっている部分もあるのかなとも思います、うん、どうでしょうあの緊急事態宣言下の春去年の春先にはあの自粛警察っていうまあ得意なね、はい、世界でも珍しいんじゃないかと言われる現象が話題になりましたけど自粛警察についてはどうお考えですか、うん そうですね、それも今、ちょっといろいろ分析をしている途中なんですけれども、あの自粛警察あの、最近は不織布マスク警察でしたっけど、タンマスクがけしからんという人もどんどん <laughs> あの増えてるっていう、ま、これもですねやはりあの、みんながみんなそういうふうになるわけではなくて、特にそのコロナに対して非常に危機感が強い人。 で、そして何とかしなきゃいけないというふうに思ってる。これはコントロールできるんだと思っている人。で、そういうふうな妙に責任感が強い人が、周りの人で、その、きちんとマスクをしてないとか、あの、ウレタンであったり、鼻を出しているっていう人に対してこう注意することで、どうにかしてこのコントロールしようというふうな、あの、そういう人たちの、まあ、が何人か、まあ、あの、一部いるわけですよね。だからもちろん悪い面もあるんでしょうけれども、まあ、彼らは、 彼らなりにその自助努力でもってそのどうにかしようと思っている、でもそこにこう、ともすれば過激というか過剰になってしまって、えー、圧力を生んでいるという、そういうマイナスの面もありますけれども、まあ、その心情を見るとあの、彼らなりに努力してるんだなというふうなです、ね、見方もできなくはないんじゃないかなと思います。そそうでですねだだから、まあ、そんな中で、まあ、ただやっぱりこの まあ不安だったりとか楽観バイアスで緩んでいくと、あのー、結局ずるずるとねかんあのこういう緊急事態宣言が長引いてしまってやっぱ経済の影響も大きくなってしまう、うん、まあだからこそしかもまあじゃあ罰則をつけるのかと。 まああの懲役刑はね削除される方向にはなりましたけれどもやっぱりそういう罰則もうだからメッセージで行動変容を促すんではなくてもあの罰則でえそのある種のね恐怖心によってそれをやるっていうのはやっぱりあんまり建設的な方向でもないっていうふうにも思って。この まあ、ある意味で言うともう、まあ、政治の、ね、メッセージに期待できないんであればお互いのそれぞれの,、まあ、この暮らしていく中でコミュニケーションでどう自衛すればいいのかなみたいなこともやっっぱちょっと考えてしまうんですけれども、うん、まあ他人に対してどう思うのかということも含めてどう思えばなんかあの、まあ、コロナでね なんんかあんまり自,自分ばっかりちゃんとなんか行動変容してがあの我慢してるのにあいつ我慢してなくてっていうと何かやっぱり腹立ってしまうっていう心理もあると思うんですよね、うんうん、まこういうものの何、はい、て言うかあのお互いのそれがあのギスギスしないために必要な心持ちの方法ってどういうことが考えられるんですかね。 そうですね。まず一番はやっぱり感染が落ち着くことだなというふうに思うんですよね。うん、あの、春先の自粛警察も、あの、今回も、やっぱり緊急事態という状況ですごくクローズアップされてますし、感染が増えていくと、やはりみんなの中で不安が、えー、高まって、誰か悪者を見つけて、マスクしてないあいつが悪いんだ、こいつが悪いんだ、 というふうな形でこう社会にこう分断とか排除とかっていうものも生まれてきてしまうのでまずはやっぱりあのみんなでもう一頑張り二頑張りして感染を落ち着けるっていうのがそもそもの大前提じゃないかなというふうに思ってますうん、まあ、難しいけれどもそこから始めなければということでしょうね原田さんどううもありがとございいましたはどうもありがとうございました。 はい、えー、2月1日月曜日「津田大輔」ですの、えー、編集講義ですが、えー、今日は、えー、心理学者の原田孝之さんに、まあ、なんで緊急事態宣言が、えー、2回目の時緩んでるのかということを、えー、解説いただきましたまあいろいろありましたやはりまああのー、なかなか人はねそんなにあの緊張した状態長くは はあ、耐えられないっていうことそしてやっぱりそういう時にはついつい楽観的な方向に考える、まあ、そういうバイアスが働くということそしてまたのダブルバインドとということですよねだから人々がダブルバインド状態に陥り、まあ、相反するようなメッセージを、えー、両方から言うとそれによって都合のいいメッセージだけ受け取るようになる。 でこのダブルバインダーの話僕もやっぱり記憶にあるのがやっぱ東日本大震災の時なんですよねツイッターでまあいろんな情報を流していて、まあ、どっちかっていうとまあこれはあ,のある程度この分野で実績権威がある人がまあエビデンス示して話しているであろうということ。だからあの 放射能で線量被曝の問題についてやっぱいろんな議論がありました、まあ今でももちろん議論がありますがあの当時んちょっと危険に考えた方がいいよっていう論者の人の情報も流したしいやそこまで気にする必要ないんじゃないのっていう情報も、まあ、僕は Twitter でどっちも流してたんですよねで。どっちも流していてそれをずっと追いかけてた人からある日ですねなんかリプライであのもう疲れましたと。 結局津田さんの情報を見ているとあの放射能が危険なのかそれとも気にしなくていいのかが全く分かんなくなるもう津田さんの発信する情報だけ見るようにしますみたいなっていうですね <laughs> まあだからそれってつまりあの都合のいいメッセージもうなんか,か自分で考えるのがあの嫌になってしまうからってことだと思うんですよねだからやっぱりダブルワインド状態に置かれてしまうとやっぱ人は。 あの思考を放棄してしててまって楽な方向に行く、まあ、それが楽観バイアスとかにもつながるっていうことはもちろんコロナでも起きているし実は震災の時にもまあ起こっていたっていうことで、まあ、やっぱりその時の知見をうまくやっぱり活かせてないのかなっていうことを感じますしやはりそこですよねだからダブルバインドを防ぐために何なのかっていうとやっぱりこれ説明が必要なわけで自分たちはこのようなメリットとリスクがあると。 当然、まあ、go to を開始すれば、当然、感染者数というのは、これぐらいまで増えるとは思いますが、しかし、これをやらないと、あの、観光業や旅行業、あるいは関連産業が本当に厳しくなっています。なぜかといえば、今、観光業というのは、我々の、あの、日本において、これだけの、あの、産業規模になっており、えー、しかも、これから、 インンバウンドを考えると非常に重要なのですだからここでですすわけにはいいかかないんですだからある程度感染は増えてしまうけれどもここまでは皆さん納得して、えー、あの旅行に行くときはぜひ感染対策をしてやってくださいとしかしまあ感染状況がまたこれぐらいまでになったら中止しますよみたいなことをちゃんと言えばねこんな言い方じゃなくてもっとエモークね言えば不安感とかも 減るんじゃなないいかなっていうやっぱり政策がダブルバインドになるのはしょうがないと思うんですよそれって政策ってそういうことだからでも政策がダブルバインドになりがちだからこそどのような原理原則でそれをやるのかっていうことを、まあ、やっぱり説明することが大事であってまあそこのねやっぱビジョンを本当に描けているのかそしてまあビジョンがあるんだとしてもそれをやっぱりあの首相がね自ら自分の言葉で話すっていうことが大事なんじゃないかななんていうことを思う。 会でした。はい、ということで、えー、今日の編集後期は以上です。また来週。